真島さん、私の話聞いてますか？兄弟はもう向かってねえや。じゃあ俺はどうしたらいいんじゃ。真島さん、あんたは俺に兄弟を裏切れっちゅうか。このまま見殺しにせえっちゅうか。落ち着いて、落ち着いて。俺は行く。たとえどんな裏があってもかまへん。俺にとって冴島はたった一人の兄弟なんじゃ。真島さん、でもそれじゃああなたの身も。うるさい、関係ないわ。こっちはそないなもんとっくに捨てる払ってきたんじゃ。そうですか、それじゃ仕方ありませんね。おい、こういった手荒な真似はしたくなかったんですが、残念です。柴田、あなたにはしばらくの間ここで暮らしてもらいます。柴田！くそ、なんて野郎だ。この人数相手に手こずらせやがって！いい根性してるぜ。さすが襲撃を任されるわけだ。いいか、俺たちは親父の命令であんたをここに監禁してるわけだが、殺すなとしか言われてねえ。つまりだ、暴れたあんたを落ち着かせるためなら多少の傷を負わせても何にも問題ねえってわけだ。例えば目ん玉の一つくらいだったらな。さあ謝れ、泣いて俺に詫びろ。でけへん。何？俺が頭下げれんのは自分の親父と自分が認めた男だけや。それじゃ覚悟はできてるってことだな。目ん玉一つくらいでお前には頭下げん。ああそうかよ。うわ！